私の名前は浜瀬恵里。どこにでもいるごく普通の主婦だ。私は夫の弘明、そして子供の美香と一緒に3人で生活をしている。私と弘明との関係は良好だ。今度の3連休どこか遠出でもする？美味しいものを食べて温泉にでも浸かりながらゆっくり日々の疲労を回復する。想像しただけでも最高だと思わない？最近弘明の仕事が忙しくてあんまり一緒に出かけられていなかったし、いいかも。それじゃあどこに行こっか。今からしっかりリサーチしておかないとね。各地の催し物でも調べておくか。美香が楽しめる場所に行かないとな。はーい、旅行と、こんな感じで毎日楽しく過ごしている。義父母と弘明の妹奈々ちゃんとも問題なく一定の距離を保ちつつお付き合いできている。暮らしていて困ったことがあれば遠慮なく我々に相談するんだぞ。お父さんはちょっと頼りないかもしれないけど、それなりに役に立つと思うから。お父さんよりもお母さんの方が頼りになるもんね。おいおい、俺の扱い雑すぎないか。ただここ最近は奈々ちゃんのことでちょっと困ったことになっている。奈々ちゃんと私は年が近いということもあって、なぜか勝手に親近感を持たれてしまっているのだ。ねえねえ、姉さんは不倫ってどう思う？不倫って禁断の愛でしょ？私そういう恋愛をしている人ってかっこよく見えちゃうんだよね。不倫はダメでしょ。最近不倫がかっこいい発言をしていた奈々ちゃんからとんでもないメッセージが送られてきた。姉さんと私の仲だから言っちゃうんだけど、実は私って不倫してるんだよね。おいおい、第三者の私に堂々と不倫している事実を打ち明けるとか何を考えてるの？奈々ちゃんの不倫報告はとどまるところを知らなかった。どう？この画像。この間高橋さんと一緒にデートした時の画像だよ。高橋さんってかわいそうなんだよね。だって普段は奥さんにガミガミと叱られているんだよ。一生懸命働いている人を怒鳴りつけるなんて最低だよね。専業主婦の奥さんとその子供はただ高橋さんに寄生して生きているだけだっていうのに。このまま高橋さんが奥さんと子供と生活していたら間違いなく壊れちゃう。だから私が高橋さんをちゃんと守って支えてあげないといけないんだよ。奥さん、早く高橋さんと離婚してくれないかな。別れてくれないと私が高橋さんと結婚できないじゃん。高橋さんと結婚できないのに陰から高橋さんを支え続けている私って悲劇のヒロインみたいじゃない？あんたの不倫事情なんてこっちの知ったことじゃないよ。毎度毎度鬱陶しい連絡をしてきやがって。それで私が不倫は良くないよ、やめた方がいいよなんて指摘しようものならバレてないから不倫しても問題ないとか言って烈火のごとく怒り出すのが超面倒なんだよ。相手をするだけ時間の無駄だ。旅行の計画も立てないといけないし、この人のことはもうスルーしよう。そして連休当日がやってきた。残念なことに私たち一家は全員が数日前から体調不良に陥ってしまった。だから計画していた旅行は中止することになった。この状態じゃ中止は仕方ないよね。さっさと家事を終わらせて体調の回復に努めよう。はい、今出ます。こういう状態の時に限ってお客さんが来るとか最悪だよ。玄関を開けるとそこにいたのは奈々ちゃんだった。姉さん、どうして最近私の連絡を無視するの？まあそれは置いておくとして、ちょっと聞いて。今日は高橋さんと温泉旅行に行くはずだったのに、高橋さんに帰省してるガキの具合が悪くなったせいで旅行がお流れになっちゃったの。あんたらの不倫旅行に合わせてわざと具合を悪くするってどうすりゃそんなことができると思ってるんだよ。それにこの間不倫はバレていないって言っていたばかりじゃないか。唾を飛ばしながら怒ったりなんかしちゃってさ、来るなら来るで連絡の一つくらいしてから家に来いっつーの。来るって言われても来るなって言うんだけどね。私と高橋さんが旅行に行っちゃダメな決まりでもあるの？彼との旅行まであの寄生虫どもに拒まれるなんて、私本当にかわいそうな存在だよね。姉さん、こういう時って私はどう立ち振る舞えばいいと思う？高橋さんをこっそり連れ出しちゃってもいいかな？でもそんなことしたら寄生虫たちが大騒ぎしそうなんだよね。知らねえよ。え、なんて？だから私はあんたの不倫話になって興味はみじんもないんだよ。いい加減にしろよ、ダメ人間。なーにが、私ってかわいそう、よよよだよ。お前みたいなダメ人間に父親との時間を奪われる子供の方がよっぽどかわいそうで仕方ないよ。こっちとら一家全員で体調不良なんじゃ。もう出ていけ。二度と家になんて来るんじゃねえ。さっさと消えろ。え、何よ、せっかく遠いところからわざわざ相談しに来てやったのに。
そんな態度を取るなんてありえない。やっぱり専業主婦なんてやっているあんたは高橋さんの奥さんと一緒で私の敵よ。兄貴の帰省中のくせに私に文句を言ってくるなんて生意気すぎ。こっちが大事な相談をしていたのに怒鳴るなんて最低。もう帰る。そうしてセリフを変えてダメ人間は家から去っていった。ただの不倫相談だったらまだ奈々ちゃんを許したかもしれない。でもあいつは私のことを兄貴の帰省中だと罵りやがった。ムカついたからあいつが不倫している事実をお父さんとお母さんに報告しちゃうもんね。あ、もしもしお父さんですか。ちょっと今から奈々ちゃんの特別な画像をお送りしますから見てくださいね。私がお父さんに送ったのは奈々ちゃんから送られてきた不倫デートの画像だ。お父さんとお母さんはかなり真面目な方たちだ。だから奈々ちゃんが不倫していたなんて事実が分かったらとんでもないことになるに違いない。私を罵ってくれたお礼だよ。それからしばらくして私のところにお父さんから連絡が来た。お父さんは奈々ちゃんをかなりの剣幕で叱ったらしい。お前、家庭を持っている男性と交際しているらしいな。どういうことか俺にちゃんと説明しろ。人様の家庭を破壊するような真似をしたお前を俺は絶対に許さんぞ。どうしてそのことを。うろたえてる暇があったら敬意を全部吐け。お父さんに叱られた奈々ちゃんはお父さんに連れられて高橋さんの家に謝罪に向かったそうだ。この度はうちの娘があなた様の旦那様と不倫をしていたらしく、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。うすうすは夫が不倫をしているんじゃないかって気づいていました。私からは奈々さんに慰謝料を請求させていただきます。慰謝料って、私慰謝料を払うだけの貯金なんてないんだけど。お父さん助けて。自分の都合が悪くなるとすぐお前は俺を頼ろうとするんだな。俺と母さんは絶対にお前の慰謝料を立て替えたりなんてしない。自分の力で高橋さんの奥様に慰謝料を支払え。いいな。そんなお前はずっと俺と母さんの収入を使って実家でぬくぬくと暮らしていただろう。これからはうんと働いて今まで俺たちに支払わせていた諸々の生活費も返済してもらうからな。働き口は俺が適当に求人雑誌から見繕ってやるから心配するな。お前の言い訳を聞いている暇などない。言い訳をする余裕があるなら今からすぐに働きに行け。お父さん激怒事件から数日後、奈々ちゃんは遠く離れた地に就職が決まった。働く場所は社員寮が完備されている工場だそうだ。最後まで奈々ちゃんはお父さんに助けを求めていたみたいだけど、最終的には諦めて実家を出ていくことになったそうだ。こうして悲劇のヒロインを気取っていた奈々ちゃん騒動は幕を下ろした。奈々ちゃんから不倫自慢攻撃をされていた私にもようやく平和が訪れた。それじゃみんなの体調が回復したことだし、改めてどこに旅行に行くのか計画を立てたいと思います。わーい。今度は具合が悪くならないようにしっかりと体調管理して旅行を楽しまないとな。今から旅行に行くのがとっても楽しみだ。あ、奈々ちゃんが働いている地域の近くには旅行に行かないようにしないとね。鉢合わせしたら面倒だもんね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。